運転席に座ってみました。もう駐車感出てますね。いやしかしとても綺麗な内装です。違うぞってここでね主張してます。そしてねレトロなラジオ。それでは皆さんお楽しみのエンジンかけてみましょう。おー光った。よしかけてみますよ。一発でかかりましたね。すごいすごい、ね、エンジンかかるだけですごいとか言ってしまうんですけどね。まあ車だから当たり前なんですけどね。42年前の車と考えるとね、これ一発でかかるだけでも感動しちゃうんですよね。すごい。エンジンの方は、ノーマルの86エンジンなんですが、吸気のね吸気側のカムが身頃のカムが入っています。それ以外ノーマルです。でフライホイール入っていて、クラッチは、AE111 系のクラッチですねを利用してるみたいです。おエンジンの方も元気ですね。まあ元気なエンジンです。